ラズくん、ウルトラスター、頑張れ、頑張れ、いけるか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 、すげえ、おっ、回避の方、位置の方、いやー、お待たせしました。久しぶりにバトマス来ましたね。多分今まで全部勇者でやってきたんじゃないかなと思うんですけど、武器の関係上ちょっとバトマスできます。懸念点はこの場合、勇者に言うじゃないから、コングヘッドに単体が集中しかねない。多分する。うん。耐久問題が不安です。理想は2ターン目につばぜり押しかけたいんですよね。さっきみたいにダブルテイルとか煉獄の竜巻が来る。ダブルテイルは避けたいじゃないですか。なんで2ターン目に仕掛けたいんですけど、1ターン目で幻魔剣とか、フリーズホンとか、まあどっちにしても状態上なんで、それで主人公止まったらつばぜりも減ったくれもありませんので、そこなんだよね。聖女の盾と忍びの服でどんだけ受けるかと。とりあえず主人公にはね、頑張って打点取ってもらいます。はい、煉獄がね、はい。オッケー、そう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 、強いな。しっかり弱点を取っていかないとね。ここだよな。ちょっと主人公避けるんだ。ガードすんだ。うー、食らってんじゃねえかよ。いっとー、動きが狂ってしまった。早速ならいいか。主人公じゃないからいいか。で、そしてね、バトマスなんで、クラブインパクトになります。せーの。はて、2ターン目で仕掛けると言いました。ちゃんと当ててれば黄色に行けるんですよね。多分、緑ですよね。あはははきついやつ、これ。これ緑最大でもきついやつじゃんか。いや、連打リゴリ押すしかねえな。いけ、連打リゴリ押せ、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 いける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 こうなると思うで、もちろんね、ここからね、グリーンガムで止めるとか、光るためで追いつくとか、できるわけがありません。だって、SP 使えないんですもん。SP は鬼コンボしか使えないんで。これは無理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 。どうあがいても無理だったよ。しゃあない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 。ふぅですよね。そうっすよね。ああ、もうほら始まったニミ。ほら、光の玉あったら追いつけるんだって、2ターン目の時って。場合によってはね。お、最終形態なんて言ったの？あれは嘘だ。まあそうなるわな。もう、クロスブレードではクソダメだったのに、お前なんだよ焼却処分。うわぁ。SP が使えないっていうのは、状態異常を防ぐ術がないっていうことにもなる。だから、もしかしたらなんだけど、この縛りやってると思うんですけど、思わぬところで、きついやつって出てくんじゃないかな。ゾーマをよく、なんだろう。ゾーマよくあそこで突破できたなって、ちょっとね、連続ガードしてたからよかったけど、しなかったらもちろんやられてますからね。だからもしかしたらここがストッパーになりうる可能性もあるんだよな、状態上使ってくるし。あとは、それやったらチームを入れ替え、チーム入れ替え効果少ないさ、頼むぞ！よし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 、しっかり当てれば大丈夫だよ。しっかり当ててくればいい。あんで、なるほどね。さあ、今度はどうだ？早速ちゃん！オーケー！さあ、主人公が止まらなければつばぜりはいきます。つばぜりはいけるといいんだけどね。ガード、避ける！よし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 、オーケー！ナイスガード！オッケーよ！頭腐る。さっきより状況はかなり好転している。黄色の目押しですね。あっといやー、いけるから、いや、いけるから。これでミスったらどうしようかな。よっしゃ、危ねえ。ああ、怖い、怖い。ああ、怖い、怖い。ああ、怖い、怖い。よし、とりあえずスタートラインです、これは。これでスタートラインだね。ここでスタートラインにようやく立てたと言っても、過言ではない。ここからは、凍てつく波動が、あ、まあまあ、いい、痛める、いい痛める。すごい、いい痛める、それ。この、こいつ遅いから、ここ痛いになる。大丈夫、大丈夫、遅いから、あいつ大丈夫。煉獄の火炎で、これで600超えるから。
いい、いいためる、いいためる、それは。そう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 。こっからは、フリーズホーンとか、幻魔剣が飛んできて、混乱でグダグダになってしまうってことがなければ、いける。オーケーオーケー、貯めるはやっぱいいな。さあ、さっさかちゃん続けるがいい、それ。貯めるから、パワースタンプ、はい、はい、いいねー。オーケーオッケーオッケーオッケー。んで、これだったらかなりいい感じになってるよ。オッケー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 、いいよいいよ。オッケーいいよ。ここのターン。なるほどね。あ、ほぼほぼ勝ったんじゃねえか？ダブルテイルがだってオリコンですら700だったし、だからコングヘッドも700ぐらいなんだよね。だから、このターンはフル当たです。このターンフル型なんで、負け筋言うとすると、幻魔剣で全員止まっちゃうことですね。とどめが打てないじゃん。あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、あれ、おさつさんに、あ、あ、おっとあ、食べちゃった、大丈夫、食べちゃった、食べちゃった、食べちゃった、危ない、よかった怖いな、お前。いや、貯めるでよかった。いや、貯めるでよかったに。うん。貯めるでよかったよ、今のは。オッケー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 。貯めるでよかった。合ってた合ってた。あれ、貯めるじゃなかったらやばかったね。あれだね。これあれだね。貯めるじゃなきゃ、とどめライン乗ってねえな。危なナイスさんだ、ナイスさんだ。危なかったよ。まあ、無事にね、2回で突破できたのなら、十分ですね。もっとグダルバを、グダった、一番グダった大魔王って誰だろう。なんだかんだ SP なしで勝ててんだな。ちょっと自分も驚きなんすもんな。なんかモンバトで SP 使わずにこうやって大魔王挑むのってなかなかないんだよね。ただ一つの例外を除いて SP なしでこんなに大魔王って倒せるもんなんだな。しかもモンスターもこんなんなのにな。モンバトっていいゲームだな。うん。絶望の終盤三強です。正直言いますとですね、ここからの赤目3連戦は僕が安定して勝てません。状態異常や火力の高さ、事故率を踏まえると安定して勝つことは、まあ、かなり難しい。終盤3強オルゴダミーラってきついんだよな、お前。そんな終盤3強に挑むホットでクールな奴らを紹介するぜ。どうだ、オーケース、アカムコンゲット。彼らの闘志からみなぎる、不滅の公務は、すべてを会心で解決する。しかし、今んとこ視聴率は、何千何杯だ。さあ、ホットのビートと共にやられた、オニコンボ。さあ、終盤3強に挑んでもらおうか。はあ、無理やと思うわ。問題は状態異常の塊であることです。白目同様に薙ぎ払う、叩き伏せるあたりに状態異常が散っていて、かつまあ、いてつく波動もする、そして素早さ92なんとこの図体で、あ、ダメ、この図体で素早さ92というとんでもない素早さが起こります。天智じゃほうがドッカン、もういや多分ね、押し負けんじゃねえかな。で、さらにこいつ猛毒な波動。まあ、白目ではおぞましいおたけび、身も凍るおたけびか。うん。身も凍るおたけびとか、HP 回復持ってるんですよね。なんで安定して勝てないっす。で、5ターン目に、みんな大好き、高校凍てつく波動もあるんで。高校凍てつく波動の可能性もあるという。とにかく、合体モンスターとかいうレベルじゃなく、普通のチームでもきついと。で、猛毒な波動を割と食らうんですね、これが。割とダメージあるんですよ。で、回復するんですよ。さあ、ザック、積んでいるような。これは積んでいるというのではないでしょうか、私は。積んでいるんじゃねえか、それって。かなり積んでない？いや、でもね、3ターン目は、いてつく波動する可能性あるから、ここ逃げちゃダメだわ。いてつく波動されて、4ターン目、え？ 4 ターン目でもフラタじゃん。天使じゃ、あ、おー、まあ、まずね、考える猶予を与えてくれるわけですよ、こうやってね。で、4ターン目がですね、フルアタで、凍てつく波動を今されてるってことは、勇気がたまらないわけですよ、このまま行くと。で、もう次のターン耐えないといけない。あれえ
いや、なんか奇跡起きてか、ちょっと待って待って、ちょっと待って、これ勇気たまんなくね。このターンはフルワタなんで、まあまあさっきのダメージ見るに死ぬんですよね、うん、まずね天地邪法でまず死ぬわけですよ。まあここは仕方ないです。天使の歌で復活します。あれおお、いいね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 。これさ、会心ポンポンポンじゃないとやばいね。あ、ワンチャンあるんじゃねえか、会心ポンポンポン。頼むわ、ちょっとウルトラスタンプいける、いけるいけるいける、ワンチャンいけるかも、いけるいける、諦めてない。5ターン目あいつ攻撃してない、理論上いてやるやばいかも。いや、合体モンスターにザルキなんて聞くわけない。耐性というものをご存知ない。オッケー、あ、いけるか、鬼ゴンバー通過、ウルトラスタンプいけ、頑張れ頑張れ、いけるいける、え、いけ、え、通過、ウルトラスタンプいけいけ、止まれ止まれ止まれ、お前お前え、鬼コンボお前最高に本当にクールだぜええ嘘嘘嘘信じられない、すげえじゃんびっくりなんだけど、俺こと見ればむしろ俺対策パーティー組んであったんだけどね。え、俺対策パーティー組んだほどガチでやっておお、鬼コンボ何があったんだ、鬼コンボ最高で本当にクールで熱い戦いだったぜよかったわ。え、なんだなんだ、叩き伏せるが来なかったからよかったけどね。うん、多分それか、勝因運に恵まれたんだね。オッケー、このままノリで行ってみようじゃないの。ああ、次の相手は終盤戦況と言われる、もう一体、ね、こう、ね、動画でも生放送でも苦戦して、高校相手使うとで、アートを僕に言わせた。暗黒神ラプス、イエーイ、さっきこのノリで勝ったからな、ちょっと乗ってみようぜ、鬼コンボ。波に、今日ね、俺がなんかね、波に乗ってる発言で、勝ってるから、このノリで行こうぜ、イエーイ、うわぁ、OK, let's go! Raise the big one! 無理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 ラップゾーンは1から3ターン目の攻撃が非常に激しいです。なので王子の内で行きましょう。1から3ターン目が全てフルワタです。なんとこいつ白目と同じですよ。で、4ターン目5ターン目が凍てつカードを挟む可能性があるって感じですね。これは、まずはね、まあ、でも仕方ない。まずは呼吸というやつですよ。まあ、まず呼吸から入る。ね。呼吸ってスキルはね、別にね、弱いスキルじゃないですからね。王者の愛は入ったんで、まあ。で、状態異常もあるんだよな。王者の愛。まあまあまあ、王者の愛、さすが。おし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 。オッケーオッケーよ。いいよいいよ。乗っていこうや、ダメにゃ。この、乗るしかねえぞ、今、このビッグウェブに。今日の実況すげえな。いつものオリコン実況じゃねえぞ。10日ぶりにやったね。モンバト実機はウェイ、もうどうウェイウェイウェイと。乗っていこう。波に乗っていこうぜ。今日ウルトラサンプル命中率も悪くないんですよね。うん。素直に、すごいと思った。このまま乗っていこうや。ああ。OK! 乗っていこう。あ、あ、空の体から隕石降り注ぐ。ま、ブレザーベックマンウェイウェイ、まあ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 。お、いいぞ、お、いいぞ。いや、ある、あるかも。ローラに見捨てられてないぞ。おローラ、俺と一緒に、レッツシャルビー、あ、え、いや、王子の愛ありますからね。ま、王子の愛とね。ま、こんなんね、余裕耐えるよ。チェックやっちゃう。うわ
ハハハハ。